つい先月私は派遣会社での正社員雇用が決まり、東京郊外の古いアパートに引っ越しました。引っ越し先のアパートは借りる前から雰囲気があまりいいとは言えず、薄暗く陰鬱な印象だったのですが、立地と家賃の安さに惹かれそこに住むことに決めました。アパートは2階建てになっており、1階と2階でそれぞれ部屋が6部屋ずつあり、その1階に住むことになりました。古いアパートなのでセキュリティは皆無でしたが、大家の老夫婦がとてもいい人で、同じアパート内に住んでいたため、女の私一人でも安心感があるというのも決め手の一つでした。何よりこのコロナ禍でやっと採用してくれた会社です。正社員で働けるならどんなところでも住む覚悟がありましたし、ボロアパートとはいえ実家を出て初めての一人暮らしだったので、不安よりもワクワクする気持ちが強かったんです。引っ越してから1週間をちょうど過ぎた頃だったと思います。その日も私は100円ショップで小物類、スーパーで自炊用の食材を買い込みアパートに帰ってきました。すると、私の家のドアの前から少し離れたところに、30代くらいの男が体育座りをしていました。人がいるだけならまだしも、成人男性が体育座りをしている姿に私はよっとしました。内心やばい人かな?なんて考えながら明日大家さんに相談してみようと思い、男に目を向けず自分の部屋に素早く入ろうと鍵を開けた時でした。セイバータイガーの爪、返してください。後ろから男の声がしました。え?私が振り返ると、さっき体育座りをしていた男が私のすぐ真後ろで立っていて。僕のセイバータイガーの爪返してください。泣きながら大声でそう叫んでいるのです。なんなんですか?警察呼びますよ。30代の男に泣きながら目の前で叫ばれて、私は動揺しながらそう言い、素早く部屋の中に入ろうとしました。すると、返してー。絶叫しながら男が私の閉めようとするドアをつかみ、無理やり開けようとしてきました。必死に開けられまいと抵抗していましたが、男の力にかなうはずもなく私は吹き飛ばされてしまい、男は泣きながら部屋の中に入ってきて、なぜか部屋中を物色し始めました。私は訳もわからず恐怖におののいていました。ちょうど腰が抜けたような状態になっていたんだと思います。すると、どうしたの?かなり激しく揉めてたのが聞こえたのでしょう。大家の老夫婦が私の部屋に駆けつけてくれました。助けてください。泣きながら老夫婦に駆け寄ると、きよしちゃん。老夫婦の奥さんの方が男性を見てそう言いました。きよしちゃんどうしたの?奥さんがそう言うと、おばあちゃーん。と男性は泣きながら奥さんに抱きつき、奥さんがそのまま外へ連れ出していきました。ぎょとんとしている私に旦那さんが、前に住んでた方のお子さんなんだよ。と説明してくれました。どうやら前に親子で今私が住んでいる部屋に長く住んでいた人らしく、少し障害を持っていて、住んでいた当時は大家さんの奥さんにとても懐いていたということでした。ただなんで一人でまたここに戻ってきたのかは旦那さんにもわからないと言っていました。ちょっと親御さんに連絡してくるね。そう言って旦那さんも私の部屋から出て行きました。私はというとあまりの出来事に放心状態で、テレビをつけながらも全く内容が入ってこずぼーっとしていました。1時間ほど経った頃でしょうか。インターホンが鳴らされ、外に出ると男の母親を名乗る年配の女性と大家さん夫婦がいました。大変申し訳ありませんでした。目が合うやいなや、男の母親は土下座をして私に謝罪をしてきました。え?いきなりの謝罪に驚いていると、彼女は事の経緯を説明し始めました。何でも引っ越した先で、一人でゾイド?というプラモデルみたいなおもちゃで遊んでいたところ、そのおもちゃの爪が壊れたか外れたかでなくなっていたらしく、彼女の息子はどうやらそれを前の家に忘れてきてしまったと思い込み、気の幹のまま家を飛び出してしまったということでした。障害を抱えているため思い込みが激しく、そう思い込んだら周りが見えなくなってしまうそうで。どうにか警察だけは勘弁してください。と何度も懇願されました。大家の二人は何を言うわけでもなく心配そうに後ろに立っていて、例の息子は、と言っても年齢は30歳くらいですが、大家の奥さんにしがみついたまま、ヒックヒックと泣いていました。しょうがないことなのかもしれないですが、
30歳を超えるであろう男性が高齢の女性にしがみついて泣いているのと、何度も土下座をする彼の母親を見て気持ち悪くなり、これ以上関わり合いになりたくないと感じ、今後一切こういうことがないなら大丈夫です。と言いドアを閉めてしまいました。少し時間が経つとちょっと冷たすぎたかなと考えないこともなかったですが、障害を持っていたとはいえほとんど犯罪のようなことをされたので、なるべく考えないようにして忘れるように努めました。それからまた一週間くらい経った頃です。買い物から帰ると、あの男が私の家の前に立っていました。え？と私が固まっていると、彼が私に一直線に近づいてきて。この前はごめんなさい。と私にビニール袋を手渡して走り去っていきました。あっけに取られながら部屋に入りビニール袋の中を確認すると、何かのプラモデルみたいなものと袋に入ったチョコなどのお菓子が入っていて、ちょっと気持ち悪さを感じましたが、彼なりの謝罪の気持ちなのかなと考え納得することにしました。しかしその翌日のことです。その日は友人と約束をしていてかなり遅く帰宅したんですが、玄関のドアノブにまたビニール袋がぶら下げてあり、またか？と思いながらビニールを持ち上げると、ずっしりと重く弁当箱のようなものが見えました。なんだこれ、と弁当の中を開けると、なんとも言えぬ食物が腐った匂いがムワッとして、糸を引いた海苔弁みたいなものが出てきました。さすがにゾッとした私は、すぐさま大家さんのところまで行き事情を説明することに。最初こそ私の剣幕に驚いていた大家さんでしたが。でもたまたま腐っちゃっただけで謝罪の気持ちなのよ。とか。こういう形でしか表現できない子なのよ。と見当違いの言葉を返してきました。あまりに煮え切らない態度に思わず私は。いや、これ以上こういうことが続くなら警察に相談します。と伝えると。わかったわ、私から伝えておくから落ち着いて。となだめられ、その日は仕方なく部屋に引き返すことにしました。翌日の朝のことです。早朝にインターホンが鳴らされ親夫婦が訪ねてきました。きよしちゃんの件でね、お母さんが正式に謝罪したいみたいで彼女のお家に呼ばれてるの。開口一番奥さんは私に言いました。え？私が行くんですか？なんで被害者の私がいちいち加害者宅まで行かなきゃならないのか。と思う私の気持ちに気づいたのか。ごめんねー。なんだか自宅での仕事でどうしても家から離れられないらしくて。今日で二度と今後こういうことがないようにするから、誠心誠意あって謝罪したいって。立て続けにこう喋り続けました。いや、知らねえよ、と内心思いましたが、怒り心頭だった私は、文句の一つでも言ってやろうと彼女の自宅に行くことを承知しました。もちろん親夫婦が一緒に来てくれるという条件だったというのもあります。親の旦那さんが車を出してくれ、10分ほどであの親子の家に着きました。親子の家は、住宅街から少し外れたところにポツンと立っている古びた一軒家でした。親の奥さんがインターホンを鳴らすと、すぐに玄関が開き満面の笑顔の母親が出てきました。どうぞ、どうぞ、いらっしゃい。そういう彼女を見て私はよっとしました。なぜか彼女は違和感があるほどどぎついメイクをしていて着物を着ていたのです。大家夫婦は特に驚く様子もなく家へ入っていきました。少し驚きながらも仕方なく私も続くことに。家の中は外装と同様でかなり年季が入っていて、据えたような匂いに料理のような匂いが入り混じっていました。嫌な空気を感じながら長い廊下を歩いて一番奥の襖の前に着くと。準備があるので少しこの部屋でお待ちください。彼女はそう言い違う部屋に入っていきました。言われた通り彼女に案内された部屋に入ると、衝撃的な映像が私の目に飛び込んできました。よくお見合いなんかで出てくる長い机の上に、お頭付きのタイヤ赤飯などの豪勢な料理が所狭しと並べられていたのです。別段驚くこともなく座り出した大家夫婦の隣に座り、これ何なんですかね？と尋ねると、ガラーと襖が開き母親が部屋の中に入ってきました。すると彼女は急に土下座のような形のポーズをとり、この度は〇〇様と息子の清の縁談をご承知くださいましてありがとうございます。と大声で喋り始めました。私がパニックになっていると、本日はお日柄もよろしく、
婚約の印として結納の品々をご持参いたしました。幾日差しくお納めください。と母親が喋り続けるのです。いや、どういうことですか？何なんですかこれ？私が強めの口調で親の奥さんに言うと。何ってめでたいことじゃない、結ばれるっていうことは。満面の笑みを浮かべて奥さんは私に言いました。まともじゃない。急に背中に冷や汗が流れ耳がカーッと熱くなりました。一刻も早くこの場を離れなければ。とはいうものの、あまりの出来事に思考も体も完全に停止してしまっていました。その間にも。すみませんねえ。清今着替えてて、遅くなっちゃって。と母親が言い出し、大家夫婦も満面の笑みで。まあまあ、清ちゃんも緊張してるんでしょう。ははははははは。と談笑し続けています。現実とは思えない状況の中、動かない体とは反対に、目だけが彼女らの一挙一動を観察していました。すると、ちらっと目の端に違和感があるものが映った気がしました。ちょうど談笑している母親の後ろあたり。ひ。声にならない声が出ました。母親の後ろには、あの男の家へと立派な仏壇があったんです。お手洗いを借りします。そう言うと私は玄関まで勢いよく駆け出しました。あら、ちょっと。後ろからは母親の声が追いかけてきましたが、無視して靴も履かずに玄関を飛び出し、できるだけ人が多いところへ走り出しました。頭の中では、なんで？どうして？という考えがぐるぐると巡っていました。半分パニック状態になりながら友人に電話をすると、私の聞き迫る様子が伝わったのか、すぐに友人が迎えに来てくれました。ただ友人にどう説明していいかもわからず、トラブルに巻き込まれたとだけ言い、その日はなんとか止めてもらい翌日には実家に帰省しました。あのアパートには色々な荷物もありましたし、手続きも何もせずほぼ夜逃げ状態でいなくなったのですが、今のところ親から連絡は来ていません。来ても両親に対応してもらうつもりですが。また、どうしてもあの時に近づきたくなく、結局就職先も辞退してしまいました。オチもなく真相もわからぬままですが、わかりたくもないし二度と関わり合いになりたくないので、このような形になってしまいました。皆さんも極端に安かったり、陰鬱な雰囲気のアパートには気をつけてください。やはりそれなりの理由があるんだと思います。